マリーズ先発は7勝をマークしている小林弘幸でした。立ち上がりワンアウトから2番の新岡を迎えている場面。これ、まあ、スライダーでしょうけどね、まあ、うまくこう、はい、打ちましたね。これがツーベースヒットになってワンアウトランナーセカンド。そしてこの後ローズフォアボール、ツーアウト後高橋義信もフォアボールでワンアウトフルベース。さあ清原を迎えました。ね、ここで1本出てれば、なんかこう今までの、ね、ジャイアンツのあれが吹っ切れたような気がしたんですけどね。ここはライトへのフライ。ジャイアンツ初回満塁でゼロです。一方はジャイアンツエースの上原、初回トップの小坂を迎えて、このバッティングとその後、これはもうね、当然ノーアウトのケースですから、もうセンター前ヒットで止めとかなきゃいけないですよね、はい、小坂は一気に帰ってきます。ヒットとエラーが記録されて、初回マリーンズが1点を先行します。上原は先に点を失いました。そうですね、まあ、でもそのやっぱり普段使ってない球場ということでね、やっぱり多少そのバウンドの跳ね方が多少違ったのかなという気も しないでもないですけどね。ただ初回のこういう1点というのはね、さあ3回の上原、ツーアウト後2番の西岡を迎えております。ちょこんといった。そうですね、ツーアウトからのヒット、当然ここはもう走ってくるケースですから、その通りフランコの時、ツーアウトランナーセカンドになって、この後上原は珍しく連続フォアボールで、そうですね、フルベースとしてしまいます。5番のイースインヨプ、もうねやはり1点も上げられないということで慎重になってフォアボール2つですよね、はい、ですけどなんとかこう乗り切りましたよね。ここは力投でしたよね、しかし上原はまだまだ苦しい。これは4回です。ワンアウトから7番の橋本、これは本当にいいバッティングですよ ねワンアウトランナー1塁、そして8番の今江、これも詰まってるんですけど振り切ってますからね、内野の頭を越えましたよ。これがツーベースになって、さあワンアウトランナー3塁2塁で9番の大田というところ、これは初球の場面。まあね、ジャイアンツバッテリーがちょっと無警戒だったかなという気はしないでもないですけども、マリーンズスクイーズで2点目です。4回まで3安打0点のジャイアンツ、これは5回ワンアウトからトップの清水、これも逆方向に前バッティングですね。清水らしいバッティングでワンアウトランナーセカンド、新岡倒れた後5番のローズ、あの初回のエラーがありますからね、なんとかというところじゃないでしょうかね。3番ローズのタイムリーで2対1、1点差。さあ5回のまだまだ我慢の投球の上原、西岡にまたここで打たれます。そうですね、これノーアウトですからね、その後どんどんクリーンアップに回っていきますし、嫌な感じのところで、これ、ね、本当素早いターンでね、あんまりこう見たことないですけどね、牽制で殺したのはね、これドンピシャでしたね。そうでしたね、ここは上原のテクニックだったでしょうか。さあマリーンズは8回にスパッともう薮田に変えましたね。そうでしたね、あのやはり、まあ、今まで買ってきた方程式といいますか、そういうのをやっぱり大事にしたんじゃないでしょうかね。109球投げていた小林弘幸からあっさりというか、そうですね、スパーッといったんですよね。あのなかなか変えづらいところだと思うんですけどね、はい、で薮田がきっちりと抑えると、あのクリーンアップですから、薮田にはすごいプレッシャーがかかったと思いますけどね。ですよね、ここは薮田しっかり役目を果たして3人で終えています。そして9回からはもう方程式通り小林正秀、ワンアウト後7番の阿部、簡単には終わらない。そうですね、これそれで一塁線を抜かれてるんですよね、はい、これやっぱり1点差ですから、やっぱり一塁線三塁線はやっぱ締めとかなきゃいけませんね。セカンドにランナーやっちゃいけませんね。これワンアウトランナーセカンド阿部のツーベース、ここでピンチヒッター斉藤隆之、これも抜けたかという感じでしたけど ねピッチャーは打たれた瞬間あーっと思いますよね、そうですね、やっぱりさすが小坂、ね、守備範囲が広いですよ。ランナーは進みましたがこれで2アウト、
そして9番の西、これも危ない。そうなんですね、これも当たってからまたボールがあんまり弾まなかったんですね、これが。ね、それが良かったですよね、逆に。でも当たらなければ抜けていたかもしれないですけどね。上原は143球投げ5敗目、マリーンズ対ジャイアンツ4連勝、ジャイアンツは